神の小池の一神の小池は、北海道オホーツク管内斜里群清里町の森林内にある池である。透き通った水を通して、水深5メートルほどの地底が青く見えるため、観光地やパワースポットとして知られるようになり、年間数万人が訪れる。大きさは、周囲220メートル程度。マシュー湖を取り巻く外林山の北側に位置する。水源は、 日量1万2000トンの湧水で、サッツル川を通してシャリ川へ流出する。流入する川は地表には存在しない。アイヌが、カムイ島と呼ぶマシューコの伏流水が水源と、信じられたことから、神の子の池という意味で命名された。マシューコの水量が年間通して変わらないのは、この神の小池とマシューコが地下で繋がって、水が湧き出ているからと言われていたが、水質調査の結果、 神の小池の水源は、マシュ舟湖本体ではなく、外輪山への降水が、伏流水となって水源になっている。平均水温は、年間を通して8度で、倒木が腐敗せず、水中に横たわっているのが見え、冬でも凍らない。池が青く見えるのは、水の高い透明度と、適度な水深で、太陽光が、指定まで届くことと、さらにそこに積もった白い火山灰による、 相乗効果による、おしょろこまが生息する。近年、神の小池を近くで見たい人の立ち入りや不要物の投げ込み、土砂流入等による池の景観への影響が懸念される状況となり、2015年10月に池の周囲に木道が整備された。清里町市街から北海道道線115号マシューコシャリ線を根室館内中標津町方面に進むと、途中に、 神の小池を示す看板がある。そこから約2キロメートルほど林道に入ると、神の小池に着く。近隣のマシュコ、第一展望台や知床半島などに比べ、観光地化がされていない場所であったが、近年は観光スポットとして取り上げられることもあり、訪れる人も増えている。また、観光客のために駐車場と簡易トイレが設置されている。5月下旬までは、 林道が積雪で覆われ車両通行止めとなるので、幹線道路より往復 4km の林道を歩く必要がある。スノーシューなどを装着しての雪上ツアーも行われている。ありがとうございます。